イスーツの中性浮力って結構取るの難しくないですか？慣れるまではやっぱ難しいと思いますね。なんか僕ずっとやっぱり海外が多くて、はい、ウェットスーツも多かったんで、はい、最近日本で潜るようになってからドライスーツ着始めたんですけど、はい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 、なんかウェットの時って結構ジャストなウェイトで潜るじゃないですか、はい、ただドライ若干重めに潜る感じがするんですよね。はい、その水中でのこう中性浮力の取り方って結構難しいなって思いますね。なんか浅場だと、まあ、浮いてくっていうか、まあ、エアーが入ったら浮いてっちゃうし、深場だとどん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 沈んでっちゃうっていう感じがあって、どうしたらいいのかなみたいなってありますか？なんかまずウェットスーツとドライスーツのこう感覚的な違い、はい、でもいろいろな方がいろいろと感じ方であったりとか説明してると思うので一個の参考だと思うんですけれども、ウェットスーツの場合って浮力調整をするのが自分の体以外で PC じゃないですか、はい、適正浮力、まあ最初はですよね、エントリーするときは適正浮力よりちょっと重めぐらいで潜航しやすくしてると思うんですけれども、人間の肺の力だけで、それこそ男性で肺活量がある人とかは取れちゃうんですよね、はい、PC にほぼ使わなくても、まあ、深いところに行ったらちょっと空気入れるとかっていうので、使用する回数が基本的に少ないと思うんですよ。使用する、BCD の調整の回数っていうのが肺活量にもよりますけれども、慣れてくると少なくなる、うん、でその状態の意識のままでドライスーツを着ると、あの沈めないから重くしようとかっていう風に、さっき島大夫さんが言ったみたいに、ウェイトをちょっと1キロ重くしようとか2キロ重くしようとかってなった時に、いじらなければいけない、うん、回数がまず増えるのと、 BC とドライスーツどっちに入れようみたいな。あ、それはありますね、はい、まあ、スクイーズかかってたらドライに入れようとは思いますけど。そうですね、僕がお客さんに言っているのは、あのドライスーツが快適かどうかっていうのを結構重視してもらってるんですね。で、アラベスクの場合にはドライスーツ購入していただいたりとか、レンタルドライスーツの場合にはまず最初必ず講習をするんですよ、うん、で、空気がどこにあるかっていうのを認識しましょうっていうのを絶対やります。今回あの白ダイブさんドライスーツシェルまだ慣れてないからっていうので、はい、空気入りすぎた時になんか胸元に首元に溜まったとかっていうのもおっしゃったじゃないですか、はいはい、で横で移動しているときは適正なのに、なんかそんなに違和感ないのに、ちょっと写真撮ろうと思って顔を上げた瞬間に首元に空気がブワって溜まって気持ち悪いとか、うん、でありません、なかったですか？そうですね、なんか僕どっちかっていうとこの完全に水平ってよりは若干頭上目に泳いでることが多いんで、うん、やっぱ首元に溜まりやすいなみたいなのはありますね、うん、その首元に溜まったのがそんなにストレスないぐらいだったらいいと思うんですけど、やっぱり溜まりすぎて気持ち悪いなとかっていう時には抜いて写真を撮った方がいいと思うんですよね。でその状態だと今度横になった時に浮力が少なくなるので、泳ぎ始めようと思ったら沈みやすくなるとかっていうので、実はワンアクションに対してドライスーツの場合って結構空気を入れるイメージです。入れたりとか抜いたりとかっていう、そうだからドライスーツの方がもちろん水温に対しては快適なんですけれども、浮力調整っていう意味で言うと結構こまめに行う。なんか例えるならウェットスーツがあの車のオートマだったら、ドライスーツはマニュアルみたいな感じですね。ガチャ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 、である程度ずっと泳いでるであったりとか同じ行動してるときはあのギアチェンジってしないじゃないですか。でもなんか混んできたとかってなるとギア落としてとかっていう風に、その時々に合わせて調整する物事っていうのが多い。その代わり白田部さんは車マニュアルですか？僕はマニュアルです。マニュアルってこう慣れると結構快適じゃないですか？そうですね。ただなんかあの渋滞とかで細かい作業が必要になるとちょっとだるいじゃないですか、はい、っていうのになんか感覚的に似てるかなと思います。あ、なるほど、うん、
移動して写真を撮って移動して写真を撮ってっていう時には、うん、空気調整して抜いて移動する時にまた入れてとかっていうので、まあ、作業が多いけど、ある意味ずっと移動し続けるっていう時とかは慣れてしまえば超快適。ちょっとさっきのね言葉の答えになってるかは分かんないですけれども、思ってる以上に調整する回数が多いよっていう感じですね。なんか水平姿勢を保つと、で煽り足とかだとなんか足に空気溜まりやすいのかなって思っちゃうんですけど、はい、まあ、それで若干こうなんだろう、頭ちょっと上げちゃうみたいなのはありますね。なんか過度に上がりすぎ、立ち姿勢とかになってないのであればそんなに気にすることはないのかなと思います。一個アドバイスをするとすれば、インストラクターさんに一回撮ってもらって、自分の姿勢を、姿勢を客観的に見るといいと思います。意外と僕たちインストラクターって足上げてるなって思うんですけど、はい、上げてて水平よりちょっと下ぐらいなんですよ。そうですね。こう皆さんが足が下がっているってなると、実は思ってるより下がってることがあって、勇気を出してもうちょっと上げてもいいんじゃないかなっていうのは気づくかもしれないです。そうですね。いや、それに対しても動画を撮って客観的に自分でフィードバックを得るっていうことと、あとやっぱ感覚的に足が浮きそう、沈みそう、まっすぐっていうので、空気の場所がどこにあるかは、すごい重要かなと思いますね。だそのドライスーツのレンタルとか初めて購入された方の時に必ずやるのが、はい、吹き上げの練習を意図的に何回かやるんですよ。ああ、逆さま赤字になっちゃう。もうあえて逆さまになってもらうっていう。で写真を撮って、まあ、岩つかんだりとかっていう風に写真を撮るようなイメージにしていただいて、はい、空気を入れすぎて少しずつこう足が浮いていく。で、ある時を境に足ってスッて浮くんですよね、角度的に。で、手を離すと足にこう引っ張られて体がふーって浮いていくっていう時に、どのタイミングまでなったら上に引っ張られる力が働くのかっていうの、ここまでは大丈夫みたいな、そういう感覚をつかむ、自分の筋肉で引っ張り戻せる範囲と、それを超えて上に持ち上げられる範囲で、持ち上げる範囲になったらすぐリカバリーをするようになると、バタバタすることなくもう普通にクリアができるとっていう自信をつけていただくと、まあ、恐怖感ってやっぱなくなるので、はい、すごい大事ですよね。なんかちなみにシェルとネオプレーンのドライとのなんか違い、なんか使い方の違いみたいなのありますか？ありますね。これ僕意外とあります。具体的にどんな感じですか？なんかシェルって動きやすいっていうイメージがあると思うんですけれども、実際動きやすさで言ったらシェルがダントツで動きやすいですね、ネオプレーンより。ただ今ネオプレーンのドライスーツも生地がだいぶ柔らかくなっているので、ネオプレーンだからどうこうとかっていうのはあんまりないかなっていう。で、空気抜くときにこう肩上げてとかいろんなやり方あると思うんですけど、まあ、オーソドックスに肩上げる人が多いと思うんですよね、ネオプレーンの場合には生地がやっぱシェルよりも厚いので空気が溜まって脇上げてグッと締めたりとか、押すのでボコボコって出てきやすいのですが、シェルの場合には生地が柔らかいので空気が移動するんですよ。あ、こうやってもなかなか抜けない。こうやってやってもちょっと角度が違う、手が上がってるだけで手首にも来ちゃう。で、手首がボコーンってこう膨らむと、シェルってこう既存のサイズで体に合わせていくので、全てフルオーダーで自分にピタッと合ってない分、溜まる場所も多いってなると、なんかこうちょっと角度が違うだけで手首にそれこそなんだろう、ペットボトル1本分ぐらいの空気が残っちゃう。そう、自分も今回まあ、前回も小金崎でシェル使って、はい、意外と空気抜きづらいって思ったんですよね。そうなんですよ、角度が違うんですよね、ネオプレーンと。最終的には首から出すみたいな出してましたね、なんかエヴァンゲリオンみたいに困ってましたもんねだそういう意味でシェルの方が僕は使いやすいと思うけれども、ちょっとやっぱりこう、コツ、物に合わせたコツは必要だなとは思いますよね。そうですね。個人的にシェルを買う方はリストバルブ
あーで、ここら辺についてね、はい、は僕は必須かなって思います。じゃ肩とリスト、はい、肩とリスト、ネオプレイよりもね、内側の着るものの調整しやすいじゃないですか、うん、モコモコ着たりとかで、ピタッとなっても熱が逃げにくいようなインナーの人が多いと思うので、それだったらなんか中途半端に空気が残ってウエイト重くなって体力持っていかれるよりかは、リストでしっかりと空気をぐーっと抜けるようにしておいた方が、まあ、ウエイトの量であったりとかも踏まえて体への負担が少ないんじゃないかなと思いますね。今回そのアイナンで、まあ、ボートだったじゃないですか、はい、でちょっとこう発見っていうかなんか面白かったのが、はいはいはい、バックロールでエントリーして、はい、僕基本的に BC バックロールの時っていつも BC に空気入れないんですよあんまり、はいはいはい、ドライでバックロールでエントリーして BC に空気入ってないからもうそのまま逆立ちになっちゃう。そうですね、ちょっと一瞬八幡村みたいにこう足がビヨーンって出るっていう、いやこれはちゃんと BC に入れた方がいいんだなとちょっと思いました。そうですね、あの状態からひっくり返すの体力使いそうですね。そう、結構大変だなと、エントリーした瞬間にも足が浮いてるみたいな。ドライの時のバックロールだけなんか意外な発見がありました。確かにそうだなって。そうですね、シェルでドライ、なんだろう、こうちょっと潮の流れの速いところに行く時とかは気をつけないとね、他の人とかとの先行のバランスが崩れたりとかするかもしれないですからね、時間も。なんだったらもうサイドロールとかの方がいいんじゃないかなと思ってます。でもそういうのでもいいかもしれないですよね。なんか余談なんですけど、僕バックロール嫌いなんですよ。あ、そうなんですか。はい、なんでですか。まあ、八丈島がこう漁船のところが多いのでバックロールをする機会がまずあんまりないっていうところと、僕が使わせてもらっている船はバックロールできるんですけど、それこそ今回アイナンさんで使わせてもらったりとか、沖縄ので使うような船よりかやっぱ高さがあるんですよ。背中から落ちれなくて、上手に落ちないと頭から落ちちゃう。そうなんですよ。高さがあるとそうかもしれないです、ね、タンクが重みになるので回転かかっちゃう、からなんかいたと思ってそこからちょっとバックロールがあまり、できればお客さんも見ながらエントリーしたいので、はい、普通に 船ヘリからシッティングで入ることが多いですかね。選べるんだったらバックロールは特に選びたくないかなっていうのがあるかな。こう船側からするとね、やっぱりいっぺんに入れるから、はい、タイミング合わせやすいとかっていうメリットはやっぱあるんですけど、強制じゃない限りは僕はジャイアンとかシッティングで行きたいですね。